今度も外寄り、まっすぐ、これはセンターへ抜けていきます。小深田今日もヒットを放ちます。ノーアウトランナー一塁。まあ、あれですよね、追い込んでたんでね、まっすぐで行ったんですけどね、やっぱり好調なだけにですね、やっぱこうアジャストしてきますよね。これもインコースによって、一塁に歩かせます。どうですかね、ショート取れない、センターへ抜けていく。中速の小深田は三塁を蹴ってホームに帰ってきました。1番から3番ノーアウトで得点しました。楽天今日も先制します。やはり島内の状態は良さそうですね。そうですね、っていうかもう本来のこうバッティングっていうか形になってきてるんじゃないですかね、うん、あ、そうですか。やっぱりね、彼がね、やっぱ機能すると、楽天打線もやっぱ脅威ですから、はい、逆方向、レフトバック、レフトバック追っていって頭を越えてきました。フェンスダイレクト、一人ゆっくりと帰ってきます。ファーストランナーの浅村は二塁を回ったところでストップです。大きな当たり、レフトオーバーのタイムリーヒットでした。いやー、かなり打球伸びていきましたね、はい。まあ、でもボール2ということでまっすぐ1本、でやっぱりピッチャーもボールスイッチが来たくない、甘くなって、もうとにかくまっすぐですよね、はい、そこをもう際どくいけるか。レフトへのクリーンヒット、イーグルスは今日早くも4本目のヒットです。小深田、島内、そして岡島、この太田とヒットを放ってきました。今も追い込んでから少し甘く入ってきましたね。いや、もう本当に1、2塁間破っていきます。チーム5本目のヒット。この2回も楽天得点圏にランナーを進めます。村林ライトへのヒット、高めに浮いた変化球を逆方向に持っていきました。カットボールですかね、ね、高めに来ました、はい、だから最後の球、本当決め球なんですよね。低め見られました、フォアボールです。ライトへ引っ張って大きな当たりが伸びていってライトオーバー。1人、2人、そして3人目も三塁を回ってホームに帰ってきました。走者一掃のタイムリーツーベースヒット。今日も島内が複数打点、5対0となります。ライトオーバーの3点タイムリーツーベースヒットでした。最後に